ホームレスが図書館を居眠りする。そんな人生にならないように、愛さんも気をつけたらいいでしょう。ね、何でも一番。これが僕の生き方です。一番先に来れば、あと時間で全部終わります。それが正しいやり方ですよ。ルールを守って、今日はなんとかって山口さんの本が貸し出しできるというので取りに行きました。ビデオなんか古いビデオばっかり。図書館に寄付するやつはレンタルでも安く入れればいいんだ。寄付する気にすればいいんだ。どうする？安倍さんが100万円寄付したとかなんとか。寄付しようとなんとか、あんなこと言ってれば犯罪だよ。国民甘いからこうなる。認証で金出してやれてるね。これ何か言って書いてありました。これは国民からね、税金という名で絞り取れないから、儲かるからって言ってやって、最後は紙切れなんだと。戦争中の国債みたいなもんです。